こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画は久しぶりの対談動画。なんと簿記 YouTuber で有名なチャンネル登録者40万人超の福島先生とコラボ対談をさせていただきました。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。福島先生のチャンネルの URL などすべて概要欄に貼ってありますので、概要欄の方ぜひ一度チェックしてみてください。簿記の勉強といえば福島先生なんですけど、プライベートの部分や顔出しをされてないということで謎に包まれた部分が多いので、そのあたりを突っ込んで質問をしました。そしてさらに簿記の勉強のコツを聞いてきましたので、ぜひ動画最後の方までご覧になってください。それでは早速コラボ対談動画行ってみましょう。こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日はなんと豪華ゲストに来てもらっています。私のチャンネルとしてはほぼ1年ぶりの YouTube コラボ企画となっております。どの先生か紹介したいと思います。こちらチャンネル登録者数40万人超の簿記の神様と言われている福島正樹先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、本日ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。福島正幸です。今簿記の YouTube とか、あと CPA ランニングっていう簿記のサイトで講師をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。待てよと。すみません、ちょっと盛りましたけど、はい、神様私の中では簿記の神様っていう神様、はい、今日はそういう扱い、今日はそういう扱いです。すみません。分かりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。今ね、簡単に自己紹介してもらったんですけど、今回実はこの YouTube コラボとなったきっかけについてちょっとお話ししたいんですけど、実は Twitter の DM の方に福島さんから DM をいただき、うんうん、先生っていうの禁止ってされてるので、先生、本日は福島さんと呼ばせていただきます、うん、ファンの方怒らないでください。DM もらったんですけど、私はもう何も考えず即 OK をしてですね、もちろんですって感じで返したんですけど、声をかけていただいた理由を教えてもらいたいんですけど、いいですか？簿記と税金って、まあ、やっぱ繋がってるじゃないですか。で、僕のチャンネルは税金のことは特に教えてないわけですよ、はい、でも繋がってるわけですよね、はいはい、だから税金を解説している方とのコラボはしたいなっていうのは、まあ、やっぱずっと思ってはいたんですよね、うんうん、まあ、そんな中で、まあ、税金解説って言ったらやっぱ大御所の方々がいるじゃないですか。はい、いますね。いるじゃないですか。コラボもなさった、はい、いるじゃないですか。そういう方々と、まあ、お忙しいじゃないですか、先生方は。まあ、そう、暇ではないですね。忙しいですよね、はい。でも、まあ、川南さんだったら、これくらいの人だったらいけるんじゃないか。あの、税金解説してる方の中では一番接点があったんですよ。あ、なるほど。そう、一番ありました。っていうか、もうほぼ唯一ぐらい、あの、 Y 先生がクラブハウスで一度お話ししたことあったりとかぐらいでとかあるんですけど、はい、クラブハウスでね、それがきっかけですね。僕がクラブハウスで何か話そう、一人で話すときに参加してくれたんですよね、はい、そこで話してから、あとはその後ツイッターで、まあ、たまにやり取りがあるくらいで、そうやって繋がってたんですよね、はい、そういう方ね、一人だけだったんですよ。あ、なるほど。その方は私一人だけだった。いや、そういう縁、ご縁があって、はい、まあ、やっぱ声かけやすかったなっていうのがあって、はい、形ですね、はい、なるほど、はい、私もクラブハウスの時のことすごい覚えてます。確か10万人のタイミングでクラブハウスされていて、私がちょうど1万人ぐらいだなったかならないかだったんですよ。その時にどうやったら10万人になるんですかって質問をした時にですね、何か特別なことされてるんですかって聞いていたら、この Y 先生がね、はい、スピーカーに上がってきてくださって、3人でお話一瞬しましたよね。まさか、まさかの、そう思ってね、いや、精査しました、本当に。やばい。そうなんですね。裏で精査されてたんですか。本当やばいやばいと思って。私と話してる時はどういうスタイルだ、普通に座ってたんです。Y 先生来た途端正座。いや、もう正座、もう常に正座してます。常に正座。はい、まあ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 、突っ込まない方がお互い。そうですね、お互いのためです。すいませんです。まあ、こういうことでですね、クラブハウスがきっかけで実は ね、本日コラボが誕生したというわけで、福島さんといえば謎が多いというので、皆さん絶対 YouTube 見てる方謎が多いのでいろいろ知りたいと思うんですけど、今日やっぱりね、本日も顔出しされてないですし、私は今日ね、さすがに顔見てますけども、これ炎上とか言っていいんですか。あ、全然大丈夫です。大丈夫ですか、はいはいはい。すごく話しやすそうな印象で、私声のイメージも優しそうだなと思ってたんですけど、やっぱ声とやはり似てるっていうか、イメージ通りだと思います。皆さ ん、 なんだろう、脳内福島がいると思うんですけど、皆さん各それぞれあのいろんな福島先生をイメージしてるんだと思いますけど、私は比較的声のイメージと結構合ってたかなと思う、うん、だからもっとおっさん
おっさんだと思ってたって言われます。あ、そうなんですね。いろいろ深いでね、もっとおっさんっていうか年上の人が来ると思ってたとか言われる。でも声は若くないですか。私若いなと思ってた。あ、そっかそっか。声の印象からすると、うん、イラストの印象からすると、うん、あれって言われることの方が多いですね。多いですけど、あとノリ。ノリ。ノリとは。このテンション。はいはい。とてもアラフィフとは思えないみたいな感じ。かな。なるほど。そういう印象を持たれるんですね。印象でなんかね。っていう感じでもっとこうおじさんが来ると思ってたっていう言われますね。オフ会とかで会うとね。オフ会で会うともっと上の方が来ると思ってた、うんうんはい、まあ謎は多い。全然聞いてもらっていいですよ。謎多いですもんね。順番に全然そんな聞いてこうかなと思います。皆さん多分いろいろ気になると思うんですけど、うん、YouTube に顔を出さないというのは初めから決めてらっしゃった。あ、もう決めてました。なんか狙いがあって。いや、もう川南さんと違って出せるような顔じゃないんですよ。私も最初出してなかったんですよ。よく出しましたよね。出したくなくて出してなかったんですよ、うん、その周りから絶対に出せ出した方がいいって言われて、しぶしぶ出したんです。だから羨ましいんですよね。ある意味よく出したなっていうのがあって、一回出したらもうね、デジタルタトゥーじゃないけど、はいはい、もう取り返しつかないじゃないですか。つかないです。だから出す気は一切最初からなかったですね。じゃあもう最初から出す気なく、うん、そうそうそう、途中から出す気もなく、ずっとこれでいこうという作戦ですね、はいはいはい、そうですね。なるほど。いや、もう自由が大事ですから。自由、確かに顔バレしてないと。どこ行って指刺されませんか、スーパーとか。私ないです。全然スーパーとかコンビニでないです。全然一回もないんですよ。それがなんで、なんか皆さん SNS やるの怖いとか言うじゃないですか、うん、だから安心してください。私ぐらい10万人超えても何もありませんので安心してください。安心してください。何もありませんよ。何もありません。あ、そう。さ、自意識過剰なんだ。あ、そう。あ、はい、じゃあ俺もないのかな。いや、ここに来たら私も分かりません、さすがに。40万人だったら分からないですよ。16万人くらいだとまだ特に何もないです。言われたことないですね。あ、分かりました。はい、じゃあ次の質問いきましょうか。 YouTube をしたきっかけって何ですか。目的、きっかけ。YouTube のきっかけは4年前ぐらいなんですけど、はい、そのさらに6年ぐらい前に僕はもう Kindle っていうんで簿記の本書いてたんですよね。あ、もうすでに書いてた。そうそうそう、今から10年前に、はい、そうそう、もう Kindle って本当にまだ知られてない時に、うん、Kindle っていうのを知って、なんか簡単に本を出せるらしいっていうのを聞いて、出すと思って、うん、そこでもうすぐ簿記3級の本書いて、まあ、おかげさまで今でもずっとベストセラーなんですけど、Amazon級で、はいはい、その本書いて、で、まあ、それなりのまあまあの印税収入にあったし、もうその時なんてもう副業なんていうのは禁止が当たり前の時代だったんで、今と違って働き方なんてそんな話なかった時代なんで、はい、でも会社に黙ってやってたわけですよ。黙ってやってたんですね。そうやってたんですよ。まあ、僕が総務経理部長なんで、だから僕が見張る側なのに自分でやってたんで、絶対もう誰にも言えないし、副業やってるって噂があっても、あ、どうぞどうぞって思ってました、従業員に対して。僕自分がやってるから、はいはいはい、ですけど、そういう時代だったんですよね。で、 Kindle 書いてたんで、で YouTube っていうのがなんかブームになってきて、2019年ってビジネス YouTuber 元年って言われてた時なんですよ。で、なんかできるらしいと。で、パソコンの性能もなんか動画編集に耐えられるようになってきたから、うん、今が狙い目だみたいなのを見たんですよ、そういう記事を。あ、記事も見たんですね。で、あ、そうなんだと思って YouTube 見てみて、はい、ああ、なんか 4,5 人はね、ボケ解説上げてたんですけど、あ、まあ、まあ、僕一番じゃないですよ、いたんですね。もう、はい、もうプロの方たちいたんですけど、はい、いや、なんかもっと何十個もあると思ってたんです、はい、何十個もチャンネルあると思ってたらなかったんで、はい、じゃあ今からやれば、その Kindle の内容を動画にするだけで僕はもうネタがあるわけですよ。あ、確かに、もう本にしてますもん。そうそう、ベストセラーの、はいはい、Amazon 1位のネタが、原稿があるわけですよ、はい、これを黒板みたいにしてやればいいだけじゃんっていうだけだったんで、はい、これはもう絶対1位取ってやる、1位になるって、もう確信を持ってやりました。これはあんまり言えないけど、もう最近はね、言うようにしてるんですけど、はいはい、僕はもう1位に、ダントツ1位になるっていう確信を持ってやったんですよ。あ、じゃあもうスタート時かな。ね、もう、あ、俺も1番になる。1番になるって分かってた。だってもうそれの時点で6年ぐらい Amazon1 位なので、絶対1位でしょって思って。確かにそうですよね。僕、家庭教師とかもあと塾の先生とかもアルバイト昔やってて、塾ではナンバーワンの成績上げてたんですよ。すごい。そうそうそう。で、塾長にすごい気に入って。何やってもすごいじゃないですか。で、教えるの好きだし、得意なんですよ。それは、ね、そう、だから、もうそれはもう一番になるでしょうって思って、うん、はい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 、で始めた。ああ、それがきっかけなんですね。もともともうネタはあって、ネタがあって、しかもトップ取れる自信もあり、ごめんなさい、これはいけるぞという確信があり、俺ぐらいになるとね、なんかそういうキャラ、今日のキャラ定まってない今日のキャラ定まってないみたいな。ちょっと皆さん誤解のないように、今日のキャラはこれだそうです。俺どうしようと思って、なんかまあまあまあ、そうなんです。そういうのあって、うん、
本書きたいっていうのはね昔からあったんです。で、まあ、出せるって知ったから、はい、と思ってただで出せるっていう時代になってで出したっていうのが、まあ、まず10年前、はい、でそこからがですねやっぱりね、はいはいはい、その前はブログとか、まあちょっとまあ、人気ブログだったんですけど言わないけど名前とか言えないけどいブログも人気なんですね。そういうのは大好きだったんですよ多分、はい、気づかないけど、うん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 、っていうのが発信っていうのはもうやってたんですね昔から。あ、発信がじゃあ国からない。やってたんですね昔から。そうそう、はい、新人が入ってきたら教えるしって、はい、当たり前のように教えるしとかやってたし、はい、ブログができたらブログやったしとかね、はい、普通にそういうのもやってたんですよね。何か発信するとか教えるって、うん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 、その延長が今なんですよね。今にある。そう、今になって急に始めたじゃないんですよね。もう昔からそういう教えるとか何か資料を作って配るとか、うんうん、お客さんに配るとかもうボランティアですよ。全然もうやりたいからやってるだけで、うんうん、っていうのをね普通にやってたんですよ。あ、もう普通にみんなはやんないじゃん。新人入ってきても教えないっていうのが結構当たり前の職場なのに、はい、僕はもう新人はこれをやるべしみたいな、これ読んでこれ知識つけてっていうのをなんか A4 で2枚ぐらい作ってそれを配って、で新人入ってくるとみんな配ってくれるんですよ。それが広、はい、部署で広まったりとか、そういうのは普通にやってたんですよ。もうなんか生活の際に仕事の一部にしてた。そう、誰から言われるわけじゃなくやってたんで、そういう人が多分一番になる。一番ではさ、そういう方が一番。断トツ。断トツ一番になる。これ今日キャラどうしよう。今日キャラでどうしよう、強気でいきます。神っていうか。そう、私が僕の神様でちょっとね、ハンドルを上げすぎてしまったと。そんな人じゃない。そんな人じゃないんですけど。本当はね。はい。というわけで、YouTube をしたきっかけは、もともとネタもあり、教えるのも好きで、もう YouTube やればいけるだろうという確信があり、始めたっていうきっかけだそうです。じゃあ次、もうちょっと皆さん、そういう話なんか。プライベートも多分気になる方多いと思うので、先ほど年齢はね少しおっしゃってましたけど、まあ年齢よりも多分皆さん聞きたいこと、結婚ってされてるんですか？してますよ、子供もいますよ。なるほど、最初あります。じゃあ仕事の方の話なんですけど、今は本業に YouTube をしてるのか、他にほらなんか会社勤めながら、実は先ほど最初のようになんか副業しながら YouTube してるのか、どういう状況ですか？ちょっと教えてほしいです。おかげさまで今はもう、まあ、YouTuber ですね。いわゆる YouTube と、あとはまあ印税、Kindle の印税で生計立ててるっていうことですね、はい、完全に一人仕事ですね。だから専念してるってことですね。専念ですね、一人仕事ですね、はい、なるほど。こう2つ掛け持ちしてた時代はあるんですか？サラリーマンと。そうです、あ、そうですね、あの3年ぐらい前に、はい、まあ、経理部長をやって、うんうん、9年ぐらいやってたんですけど、はい、まあ、それ辞めましたね。だから副業、YouTube やってる時とか Kindle 書いてる時はもろに副業ですよね。あ、なるほど。副業禁止が当たり前の時代の副業、はい、しかも見張り役のポジションで副業をして3年前にもう1本で。そうですね。で、まあ、おかげさまで印税はまあまああったんですけど、 YouTube の収入がその時の部長の給料を超えたらやめようって思ってた、うん、そういう自分なりのモーダーラインを決めてらっしゃったんですね。そう、まあ、YouTube って動画上げれば上げるほどもう儲かる、はい、お金が入ってくるってもう分かってたんですけど、はい、一応歳子がある、家庭があるので、はいはい、一応自分のラインとしては YouTube の収益が月給を超えたらっていうんで思って、はい、まあ、一応ライン超えたんで社長にお話がありますって、はいはい、すいません切り出したんですか？そうおお、反応どうでした？そう、社長さんの反応って、実は副業してるってわけじゃない？全然知らない。だから別にいや、もう自営業でやりますって言って、中身言わないし聞かれなかったから。自営業、まあ、昔フリーランスのコンサルタントもやったことあったりしてたんで、はい、なんとでもごまかせるなと思ってたけど、うんうん、何も特に突っ込まれないかったんで、うん、まあ、ただすぐ辞めるんじゃなくてご迷惑かけてしまうので、はい、半年以上先、9ヶ月10ヶ月ぐらい先に、まあ、経理だったんで決算とかいろいろあるじゃないですか、はい、だから辞めても、ね、はい、この決算を終えてとかそうやって、なんかこのタイミングでご迷惑なんないようにちょっとこの辺で辞めさせていただきます。なるほど。自営業だから引き継ぎとかも全部やりますから、来てもやりますからっていう感じたちで、円満なのかな、円満なのかな、いろいろ態度悪かったから、ね、社長とは円満です。 YouTuber ってことは知らずに、知らずに、はい、ってことです、ね、言ってないです、言ってないです。あ、じゃあ元バレないんですよこれが。なんでバレないんですか？わかんないバレないですよ。声は聞いてるじゃないですか。そうそう、バレないですよ、バレないですよ。だから逆にバレて、いろんな人にバレてるけど言わないでいてくれてるのか、何にも言われたことないです。まあ、でもこっちから聞くのも変ですもんね。言われたことないです。なんで言わないんですかってね、墓穴掘っちゃいますもんね。そう。だから一応バレないで辞めたと思ってるんですけど。はい、じゃあ一応バレてないってことですね。はい、不思議ですよ逆に。不思議ですね。確かに。陰で普通言うじゃないですか。いや実は見たよとかってなるじゃないですか。はい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 、誰も何もない。Kindle 出してても10年前から出してるのに言われないです。名前でも出してますよね。そう。本名ですもんね。そう。本当に。今知ってんじゃないの。で最近はやっぱり大学の友達とかが LINE くれて、はいはい、うん、武器勉強したよ、おかげさまで取ったよとか、あ、やっぱバレてるんだと思いますよ。
連絡しなくても。それなんか何人ぐらいの時とかって分かります？チャンネル登録者数が。いやもう最近になって、あ、じゃあ40万近くなってきて、うん、そう言ってくるけど多分言わないんじゃないですか皆さん。僕だからそういろいろ言ってないから、うん、どこに住んでるとかも言ってないから、だから内緒にしてくれてるんじゃないですか、うん、気を使ってくれてるんですかね。多分もうそういう人とは仲良く、うん、今後もね仲良くしたい、大事にしたいなと思なるほど。あと今ちらっとお子さんいるって話してたんですけど、そうお子さんには職業のことをなんて言ってるんですか？小学生なんですけど、はい、職業はねやっぱ YouTuber だよって言っちゃうと、うん、うちのパパ YouTuber なのってなるじゃないですか。はい、ピンポンダッシュ始まっちゃうんですよ。ピンポンダッシュは始まるかどうかちょっと分かんないんですけど言ってないんですよ。内緒にしてる。パパのお仕事何って、まあ、女の子なんですけど、はい、何って聞かれたから、うん、もう完全に冗談で、はい、パパはねスパイなんだよって言ったら、うん、スパイ？そんなわけないじゃんって来ると思ったら、はい、そうなの？かっこいいし、シルって反応だったんですね。でその後スパイファミリーを見てたら、はい、パパと同じ仕事だって言い出して、お信じてる信じてる、やばいけどある意味便利だから、まあ、嘘は嫌だけど仕方ないんですよね、うん、これはね。ちょっと言いづらい。だからあんまり言いたくないんだよっていう雰囲気が後で伝わればそれでいいかなって、はいはい、今否定してない。スパイだよ。スパイだよ。だから言っちゃいけないんだよって言った。内緒だよってことなんですね。そう。だから皆さんの周りのね奥さんの周りで、はい、パパスパイなのっていう子がいたら多分うちなんですよ。完全にここしかないですね。絶対言わないからねスパイは。はいはい。私もそもスパイとは言ってないです。それでそこまで分かってないんですよ。だからまだそう。じゃあいつかは言うってことですよね。うん、いつか言いますね。いつかは言いますね。多分バレる。言わなきゃいけないタイミングがありますよね。この似顔絵はやっぱ5年前すごい似てて、パパだと思ってた。あ、違うんだって。ややバレてるって感じですね。そう、違うんだって言われて、はい、そうだよ、違うよ。ただ YouTuber の人とね、一緒に仕事することもあるよ。俺、それって YouTuber じゃないですか。そう。なんかお手伝いはしてるよとかね、そういうことは言います。なるほど。なんか YouTuber の人とコラボとかしてるのとか、なんか僕のパソコン覗かれると、なんか YouTube っぽいことやってるってバレてるんで、うんうん、お手伝いすることはあるよとは言ってます。うん、言わないです、一切言わない。お手伝いしてることあるよ。楽しいよと言ってます。仕事は楽しいよって、そういう背中を見せるのは大事かなと思って、うん、いやいや仕事するのね、愚痴とか言うのもある。あ、好きで本当にやってるんで、うん、もう暇さえあれば、好きさえあれば仕事してるみたいな感じなんで、そういう姿は見せたいんですよ。はい、で、やってきたら、つい先月、はい、あのたまにはリビングに持っといてって言われて。俺は良かれと思ってやってたんですよ。良かれと思ってやってたんですよ。まあ仕事楽しいよ、いいよ、大人楽しいよっていう姿を見せるっていいことじゃないですか。いいことです。もちろん大事なことですよ。嫌だなっていう雰囲気のままね、仕事行くんじゃなくて、楽しいよっていう、それがいいと思ってたら、もっとリビングにいてって言われた。それはちょっと考えちゃいますね、働き方を。逆だったんですね、うん、まあ嬉しいですけどね、言われてるうちがね、まあ、そのうちね、いろいろ言われるでしょうからね。いろいろ覚悟はもうされてるんですね。いろいろ年齢が上がってくると ね、 女の子だからね、うん、女の子ですか。女の子です。あ、それはじゃあ今のうちリビングの方がいい気がします。私も、はい、じゃあ話をね、ちょっと本題の方に行こうと思います。かなりあのプライドのね、お話ししていただいてありがとうございました。自営業フリーランスの方が私のチャンネル見てる方多いんですけど、そうが、皆さんおそらく経理や確定申告に悩んでる方が非常に多いんですよ。で、やはり独立起業すると、まあ、簿記が必要になるというか、経理はしなきゃいけないですよね。で、確定申告もしなきゃいけないという中で、こう皆さん不安に思ってたり困ってると思うんですけども、簿記を理解したいなと思ってくる方、やっぱ一定数出てくると思うんですよ。仕分け、経理をするにあたって。簿記についてなんですけど、簿記を学べるというか分かりやすくなるコツみたいなのありますか？あ、答えになってないかもしれない。逆なんですよね。なんか仕分けを暗記する人ってなんかもう僕想像以上にめちゃめちゃ多くて、うん、分かります。僕そんなの想定してないんですよ、全く。仕分け暗記するって僕からしたらもうありえないんですよ。僕はね、それも資格試験的にはありな部分もあるんだけど、はいはい、うん、こんなに多いのっていうぐらい仕分け暗記する人がすごく多くて、そうすると、まあ、簿記さん聞いてると精算表行くと必ずつまずくわけですよね、はい。信じられないぐらい多くて、だから逆に理解するのがコツだよっていう感じなんですよね、はい。どうやったら理解できますかっていうより、まあ、理解するのがまずコツで、仕分けを覚えない、まあ、最低限で、ね、ある程度覚えることはあるんだけど、うんうん、理解するのがコツだよっていうのが、まあ、結局の答えなんですよね。なるほど。暗記しちゃダメだよっていう。あ、仕分けを暗記しようとするから。暗記しちゃ絶対ダメだしってことです、ね、テストに、ね、受かるだけだったらそれもありな部分はあるかもしれないけど、はい、特に確定申告のためにとかね、生、うんうん、かしたいんだったら、うん、まあ、理解しなきゃダメですよねっていう、もちろんと思って。でもね、理解って言うけど、うん、そんな理解させてくれる何かいい講義ってご存知ですか？なんか、うん、私は個人的には知らないです。え、まあ、どっか福島先生のぐらいしか知りません。それ以外はないです。
神様のね。そう、神様ですから、本日僕神様です。いや、まあ、そういうポリシーで理解するっていうのは前提で僕は教えてるんで、まあ、ぜひ、ね、利用していただければありがたいんですけど、はいはい、あとはつまんないんですよ、暗記すると。そうなんですよね。つまんないんですよ。もうつまんないですよ。分かんないようにつまんないから、で、分かんないとさらにつまんないし。そうなんです。あるから、これはもう理解ですよね。はい、なんかよくある質問がですね、こう右と左が分からないとか、はいはいはい、事業主かし、事業主仮につまずく方が非常に多いんですよ。それ個人事業主ならではですね。あ、そうですね。どう説明されてます？いや、もう僕個人事業主の方は全然タッチしてないんですけど、はいはいはい、それはでも昔の簿記3級なんですよね、それってね。それはまあ、そうかもしれませんね。それはまあ簿記をまずそこに限らず事業主狩りとか限らず、まあ全体的にちゃんと一つ一つ理解して、で税金のその確定申告の本を読むとやっぱそういうこと書いてあるんで、あ、そういうことかってなるんじゃないですか。そこだけをピックアップして分かろうじゃなくて、まあそもそも簿記全体いろいろ分かった上で、でこのいわゆる株式会社でいうと資本金に該当する元入れとかね、そこら辺は簿記の勉強しても出てこないので、うん、まあ、確定申告用の本を読んでとかね、あとまあチャンネル見てもらって、はい、それでそこに関しては勉強するっていうことじゃないですかね、多分。じゃあやっぱり理解する、理解ですよね、仕組みをこう、うん、そこだけ難しいってことも特にないと思うので、全体が分かっていれば、他が分かっていればそこを読めば分かると思うので、うん、とは思いますけどね。うん、じゃああんまり最初から深く勉強するよりも、うん、トータルを、全体をまず把握して、そうそうそう、はい、理解をしていって、さ、ある日突然霧が晴れたようにあ、なんかそう言われますよね。一周目は分かんないです、簿記は。本当にもう一周目は分かんない、本当に分かんない、本当に分かんなかった。私も分かんなかったです。そうそうそう、本当になんかもちろん電卓叩いてやってっていうのをなんか2回3回繰り返すと分かるので、うんうん、まあ、手は動かすっていうのは絶対ですね。アウトプットは絶対やんなきゃいけないし、うん、でもしっかりインプットもやんなきゃいけないし、うんうん、っていう両方ですね。なるほど、はい、じゃあ手を動かし、ちゃんとアウトプットする、 する、はい、そして理解をしようとする、暗記しない、暗記しないっていうのが非常に大事だそうです。なのでこの3つですね、コツとしては。なるほど、わかりました、ありがとうございます。いい、めっちゃ参考になるんじゃない？で、絶対覚える人多いですよ ね。暗記、私も最初暗記してましたもん。信じられない、ね、私も最初暗記してた気がします、一生懸命。でもある日突然霧が晴れたように来るんですよ、うん、あれを待つしかないですよね。なあ、やるしかないですね、あれ待つしかない。じゃあ次のテーマいきたいと思います。簿記と実務の関係性ということで、やはりこの独立起業するとですね、やっぱ経理簿記必要だなって思って勉強したいっていう一定数の方もいるんですけど、逆にですね、今のご時世クラウド会計があるから簿記なんていらないんじゃないって考えれば自営業フリーランスの方も多いんですよ。このあたり先生どういうふうに見てますか？税理士の質問だな想定してないな、それあんまり僕は。結構いるんですよ。なんかどういった時に簿記役だったとか、先ほどほら経理部長されてるって言ってたじゃないですか。やはり簿記必要だなと思うタイミングがあると思うんですよ。もちろん経理ね、もちろん仕分けするのがね、仕事ですからね、なんですけど、まあ経理とかね、確定申告やるってなったらもちろん簿記必要ですけど、それ以外にもやっぱ経営が見えないですよね、数字が読めないとね。おっしゃる通りです。よくね、中小企業の社長さんはなんか決算書読めないとか言うじゃないですか。っていう、いやって感じがします。本当ですね、意外と多いですね、経営者さんで決算書読めないとか数字が実は分かってないって方多いので、やはり簿記がないと。そうですね、基本的な、本当に基本的なところでいいから、基本的なところで大丈夫ですよね。そう分かると読めるようになったり、数字が読めるようになると自分のビジネスが見える化できますもんね。だから半分冗談のような話で、資本金っていうお金あるじゃないかとかね、 BS 見てそんな話聞くじゃないですかそのレベルはやめてほしい。お金ないって言うけど資本金って載ってるじゃないかって言われて、はいはいはい、お金あるだろ資本金だとかって、はい、そういうのはもうやめてほしい。あそれぐらいは基礎的なことは抑えておこうねってことですね。そういうセリフを言うのは、うん、その本当に分かってないから、そういうレベルはやめた方がいい、本当にやめた方がいいと思います、ね、やっぱりこの、ね、経営者トップで、はい、経営者になる以上勉強は必要だということですね。簿記の知識絶対役に立ちます経営に、はい、ですよね、はい、役に立ちますよね、はいはい、なんかたまに質問で税理士さんって簿記いるんですかって聞かれることがあるんですよなるほど、一緒ですね、会計士の方も一緒だと思うんですけど、そういう感覚か、はい、大学入った時そういう感覚だったかもなと思う。でもめちゃくちゃ使うじゃないですか、実際実務では簿記を、簿記が分かってないとこの仕事ってできないんですよ、うん、一緒ですよね、多分ね、もちろんそうですよね、はい、なので簿記っていうのは勉強した方がいいかな。もう仕分け、僕経理部で、ね、仕分けも毎日作ってましたから、うんうん、まあ、もちろんそれ以外もありますけど、うん、仕分けはもちろん毎日作るような感じだったんで、はい、
まあもちろん、もちろんですよっていう話です、ね、そうですよね、はい、というわけで皆さん簿記基本的なことだけでもいいのでぜひ学ぶといいと思いますので、そんなね学ぶのにぴったりな簿記の神様のチャンネルがありますのでぜひ皆さんご覧になってください。先生のツイッターでよく私すごいよく見るのが合格しました、簿記合格しましたという体験談のツイートがめちゃくちゃ大量に出るんですけど、そうですね、そうですね、いっぱいいただきます。あれはもちろん先生の YouTube を見て合格された方が多いっていうことですもんね。そうか、私多いって多いって圧倒的に多いですよね。多いですね、はい、多いですね、はい、ありがたいですね。私だって他のあれで見たことないですもん、その合格体験で合格しましたってあー気分いいな神扱いだよかったですか。いやでも本当ツイッター見てるといただきます本当にですよね、うん、で高得点も多いですね、100点とか高得点もすごく多くて、そうなんですよ、すごい高得点で、まあ、いれば短期間もいるし、まあいろいろですけど、うん、合格の報告はもうたくさんもらいます、うんうん、あれ基本的に何週ぐらいしてるんですか動画を、福島さんの。僕はとりあえず3週やってねとは言ってるんですよ、もうテキストいらないから3週やってね、で問題も解いてね、で3週やってからその後はもう大体もう何やればいいか分かるからねとは言ってるんですけど、大体4週5週ですね、テキストなく、であとは過去問か問題集やってねっていう感じで、はい、最低3週、最低3週、まあ4週5週、つわものはこの前1週で受かりましたっていうのが先週ありましたけど、ちょっとそれはありえないので普通に再現性ないので、大体4週で合格、 5週で高得点とか100点とかっていう人が多いですね、まあ、過去問はちゃんとやってもらうっていう前提で、はいはい、まあそんな感じですね、まあ、合格の報告は本当に大量にいただいて嬉しいですよね、はい、うん、すごい私よく見てます、はい、あときちんとリツイートされてるのでこまめに素晴らしいなと思ってあ、一応コマーシャルになるんで、なるほど、ちゃんと拾ってるってことですね商売ですお客様の声を拾って、素晴らしい、はい、では皆様簿記勉強した方がいいって分かったところでですね、でも過去に簿記勉強し始めて挫折した人とか諦めちゃった人とか、はいはい、でももうちょい頑張ってみようかなと思う方に最後じゃメッセージいただいていいですか、簿記は、うん、暗記はとりあえずダメ、とりあえずダメだと思ってもらって、はい、で、まあ、理解ですね、理論理屈から理解しましょうというところですかね、うん、まずは、まずはで、そうすると簿記が面白くなってくると思って、分かると面白いので、うん、確かに、そうで、まあ、こんなノリで適当な冗談とか言いながら教えてくれる先生がいたら、うん、いいのにな、はい、いいのになるといいな、そんな YouTube がっていうのかな、あるといいね、本当ですね、まあでも本当にそのなんかね、こういうノリで、でも言ってることは本当に真面目にちゃんと教えてくれるっていうのがやっぱ僕は理想だと思うので、はい、たまには経理実務の話も入れたりね、まあ、冗談も言ったりで、理論理屈はしっかり教えるっていうのは僕は理想だと思ってるんで、そういうのを目指してやるぞって、自分でやるぞって思ってやったんで、まあ、よければ挫折しそうになったら僕のチャンネルを最初から見ていただけると、最初からってことですね、ポイントは最初からだそうです、はいはい、挫折したってことはちょっとやってるわけだから、まあ、2週ぐらいはしてほしいですね、2週はまず2週ぐらい、はい、本当は3週4週してほしいんですけど、まあ、2週ぐらいやればかなり見えてくると思う、はい、じゃあ挫折組は2週まず見ようと、はい、はい、してみましょうっていうところですかね、わかりました、はい、はい、ありがとうございます、はい、すいません宣伝ばっかで、いえいえ大丈夫ですじゃあ福島先生のね、はい、YouTube 紙動画いっぱいありますので概要欄に貼ってありますのでぜひそちらから覗いていただいて、もちろんねチャンネル登録もねしていただければと思います、はいはい、よろしくお願いします。またですね、福島先生が今回出てるから私のチャンネルを見たっていうやっぱねファンの方いらっしゃると思うんですよ、なのでその方はですね私のチャンネルの方もぜひ、はい、登録していただけると嬉しいので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、それでは本日豪華ゲスト福島正幸さんに来てもらいました、本日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。